先、先マイナスは小林律による日本の麻雀漫画。主人公を含めた多くの主要登場人物は女子高生。麻雀がより社会に浸透した架空の世界で主人公たちは競技会に参加するなどして腕を競い合う。2006年より雑誌連載が開始され、2021年現在も連載中。2021年1月時点で シリーズ累計発行部数は1000万部を突破している。スクウェア・エニックス・ヤング・ガンが2006年4号から6号にかけて短期掲載され、その後同年12号より連載中。2007年8号にてインターネットラジオの放送とドラマ CD のリリースが発表された。2008年12月にテレビアニメ化が発表され、2009年4月から9月まで放送された。 2011年6月発行の単行本題発刊及び増刊ヤングガンガンビッグボリューム2においてテレビアニメの新シリーズを制作することが発表され同時にいガラシあぐり作画による外伝作品サキサキあちが編エピソードオブサイド映画月刊少年ガンガン2011年9月号より連載が開始されることも発表2011年10月発行の ヤングガンガン2011年20号及びアニメ公式サイトであちが編を原作として制作すると発表され2012年4月から7月まで放送されたテレビアニメ第3作として全国編の制作も決定し2014年1月から4月まで放送されたまたあちが編の作画を担当したいガラシあぐり作画による概伝作品 シノハユザ・ドー・ン・オブ・エイジが月刊ビッグガンガン2013年ボリューム10より連載が開始している。2016年9月2日発行のヤングガンガン2016年18号において実写ドラマ及び映画の制作が発表され、2016年12月に全4話で深夜ドラマとして放送された後、2017年2月3日に映画が公開された。 月刊少年ガンガン2011年9月号から2013年4月号まで連載された外伝作品。月刊少年ガンガンでの連載終了の7年後に月刊ビッグガンガンで2020年4月号から連載が再開された。作画は五十嵐アグリが担当している。話数カウントは本編と同じく大局。かつて原村和が在籍していた奈良県の女子校。 あちら女子学院を舞台に、インターミドルでの和の活躍を、テレビで見たかつての旧友、高かも安野たちが、和とまた遊びたいと奮起、麻雀道公会を結成し部員を集めて、麻雀部にした後インターハイ出場を目指す。時系列としては小学校時代の高かもの安野、新しい憧れや、和の交流から始まり、中学進学後の和の転向、高等部での麻雀部結成や県予選を経て、 インターハイでの内容を描いている。第3局以降では、時間軸的に本編と並行しているため、清澄高校や、龍門淵高校、風越女子高校や鶴ヶ学園などが話に登場してくる場合がある。2012年4月から7月まで、テレビアニメが放送、追加で4話分が放送、配信された。詳細は、テレビアニメの節を参照。 また本編同様、実写化も行われ、2017年12月に全4話で深夜ドラマとして放送された後、2018年1月に映画が公開された。ヤングガンガン2011年13号からビッグガンガン2018年ボリューム04まで連載された、引き池者によるパロディ4コマ漫画。麻雀に関連する描写は比較的少なく、 登場人物たちの日常におけるやりとりが中心になっている。小林によると、先日よりであったことは本編でもあったことにしているとの説明がある。当初は本編救済時の読み切りだったが、15号からの3号連続掲載を経て18号より正式に連載開始となった。増刊の月刊ビッグガンガンでも二千十一年ボリューム一より、ヤングガンガンと並行連載を開始、 ヤングガンガンでの連載は2012年17号で終了し、以降はビッグガンガンのみでの連載に移行している。ビッグガンガン史上や、先、先マイナス本編13巻の帯にて、本編14巻の初回限定特装版として OVA 化された。ビッグガンガン2013年ボリューム10より掲載。あちが編に引き続きいわらしアグリが作画を担当。 先たちの世代から10年前に行われたインターハイ出場者となる白木忍を彼女が小学生の頃から描いた物語で島根県松江市を舞台としている大和田秀樹によるスピンオフ作品小林律を主人公とし彼女の半世紀が虚虚実実交えて語られる2009年に本作が救済されたのを受けて本作の応援漫画として執筆された その後2013年に、リツリッツアチガ編、エピソードオブサイド映画、掲載、2014年8月発行の、無駄づもなき改革第14巻には、特別付録読み切りとして、リツリッツシーズン3が収録されている。2015年8月からは、月刊ビッグガンガン2015年ボリューム08より4号連続短期連載が行われた。 ビッグバンガン2016年ボリュームセンにより掲載。あちが変や、死の優と違い原案として設定のみ提供し、漫画は、メキメキが担当する。あちが変に登場した千里山女子高校の恩情児、霊を、主人公にした物語が描かれる。ヤングバンガン2019年ボリューム10により月1、掲載。霊、時マイナスに引き続き原案として設定のみ提供し、 漫画もメキメキが担当する。略称は、マコメし。ソメやマコを主人公としたグルメ漫画で、ジャンソー、ルーフトップで料理を振る舞う物語となっている。ガンガンオンライン2020年3月25日より月一掲載。作画は、極楽院桜子が担当している。キングスタイルドローは、霊場開花という意味である。略称は、サキリ。 これまでの先シリーズとは違い、別世界の名前が微妙に違う別人たちの物語となっている。先元編の長野編をベースとした新たに設定された世界で主人公やマージャン部員たちは全員男子高校生で男子のマージャンは普通に強い世界となっている。漫画アップ2021年1月22日より月1掲載。作画は菊池社が担当している。 先、先マイナスヤングガンガン連載15周年を記念し、連載が開始された。先、先マイナスのキャラクターたちが、人気オンラインゲーム、ファイナルファンタジー14の世界に飛び込み、同ゲーム内で人気のドマ式マージャムをプレイするシーンが描かれる。一発裏ドラあり、赤ドラ4枚、頭跳ね、ダブル役ンなし、数え役ンあり。 クイタがとづけありと、インターハイという競技を扱う漫画であるものの、運の要素を重視しているルールが採用されている。他に細かいルールとして、大民公の責任払い、連風統一の四不扱い、等が採用されている。前年は、プロの競技ルールに近い内容だったが、作中時間内の本年から、大幅なレギュレーションの変更があったとのこと。死の俳優で行われる。 小学生の大会では赤ドラがないだけでなく一発、カンドラ、裏ドラ、流し漫画もなし。ほぼプロの競技ルールに準拠している。またダブロン、トリプルロンもなく頭跳ねとなる。全国高校生、マージャン大会優勝を目指す成長高校マージャン部とその新入部員である宮永咲の物語。 金銭の絡むギャンブル特有の殺伐とした雰囲気が漂う従来のマージャン漫画とは一線を画し、マージャンが将棋、囲碁などと同様の知的スポーツとして認知され、現実より一般大衆に浸透し、高校生、中学生の競技マージャ公式大会も行われる世界観の中で物語が進む。本作の特徴として、マージャン漫画では珍しい萌えで、 美少女ン氏が活躍すること、主人公の宮長咲をはじめとする登場キャラたちが、超人的な倒杯を見せる一方で、初心者と上級者で、ツモパイを切る動作に違いがあったり、シャパイの並べ方がキャラクターによって異なるなど、マージャン描写が丁寧であることが挙げられる。作中では、意図的に狙った役で上がり続けると思わせるような、 キャラクターも存在するが、それが特殊能力であると断定するシーンはなく、固有の能力名なども語られていない。そのため、存在しない能力が、勝敗に起因する必然性はなくなり、可能性は限りなく低くとも、卓上では起こりうる範疇となっている。なお、作者の小林は作中における麻雀描写の配布は、 作中で描写されていない部分も含め全て作者が一人で考えていると述べている。県予選編までは長野県を舞台としている。小林立の作品で長野が舞台となるのは漫画家としてのデビュー作、フェータライザー以来となる。ヤングガンガンに掲載されている作品は一つの号に、掲載可能な作品数よりも連載作品数が多いために、 市の方針上定期的に救済するが、その中でも本作品は、比較的救済が多く掲載された場合でも、ページ数が圧倒的に不足している場合もある。2015年初頭からは、原稿が未完成のまま雑誌掲載されることもあった。2007年5月31日から2008年1月31日まで、アニメート TV にて放送された。パーソナリティは、上田なと、 小清水ズアミ。番組の前半では麻雀を打ちながら進行を行い、後半ではコーナーなどを実施した。東風戦の結果により後半で各パーソナリティ及びゲストに出されるおやつが変わっていたので、出演者は全員真剣に臨んでいた。1位には高級スイーツや高級焼肉店の焼肉弁当などの豪華なおやつが、2位以下には柿の種が順位により、 量を変えて出されていたがこの柿の種は餌呼ばわりされていた。なお、第7局で初めてスイーツでないものがトップの商品で登場した。第4局と第5局の間で行われた特別局は、先、先マイナスマージャンパイ完成記念第1回、先配送脱マージャン大会。基本的には、ドラマ CD に声を当てる声優がゲストとして招かれ、ラジオ内で、 ゲストの配役が明かされるが、第5曲のゲストである、藤田咲は、ドラマ CD への声当ての予定は明かされなかった。ゲストとして招かれた理由として、ラジオ内で明かされたのは、初心者の人にも麻雀を楽しんでもらおう企画だということと、名前が先であるの2点。そんな理由で招かれた藤田は、東風戦を見事にプラスマイナスゼロで終えるという、まるで先のような戦績を残した。 第10曲の放送までは、各週木曜日に更新されていたが、その後不定期木曜日更新へと変更された。コーナーサブタイトルはゲストがトップを取った回、味が編の TV 放送に合わせ、ニコニコ生放送にて収録ではなく生放送で配信された。全7回。ブルーレイの初回限定版特典として、取り下ろしのラジオ特別編を収録した CD も同梱された。 全3回。13話以降の配信パッケージ発売に合わせ、特別番組として復活した。おと泉にて配信。2013年12月27日から2014年4月23日まで、おと泉にて配信。毎週水曜日更新。パーソナリティは、上高菜、小清水亜美。2009年4月から9月まで、テレビ、東京系列にて放送された。 全25話。話数カウントは原作に合わせ、大曲となっている。なお、8月30日は、第45回衆議院議員総選挙に伴う、開票特番、日本戦略会議、明日への提言の影響により休止となった。先の家族麻雀の勝ち負けの結果が、お年玉からお菓子へ、この家が、雀荘から喫茶店へそれぞれ変更されているなど、 賭博を連想させる表現には修正が入っている。第19曲で当時の原作エピソードを全て消化したため、第20曲から最終話まではアニメオリジナルストーリーとなり、原作未登場のテラシや南浦、最終話では各都道府県代表の顔見せや対局もダイジェストではあるが描かれた。また、2011年10月から12月までテレビ東京で 傑作戦として一部エピソードの再放送が行われたほか、2014年4月から9月まで、テレビ東京及び BS ジャパンにて再放送を行った。なお、配布検証はプロ連盟。主題価格はリスト放送局映像特典 DVD、第3から9巻収録の映像特典ピクチャードラマ、全7話。レンタル版には未収録。 ブルーレイボックス2012年4月から7月まで、テレビ、東京系列にて放送された。前12話、地上波未放送前4話。おおむねアニメ1作目と同じスタッフが引き続き、手掛けるが、制作会社は、アニメ1作目の中核スタッフが創設した、スタジオ5組に変わった。テレビアニメ、さき、さきマイナスの2作目にあたるが、同名の外伝作品を原作としており、 直接の続編ではないものの前作のストーリーに深く関わっており、県予選終了以降から一作目のメインキャラクターもサブキャラクターとして再登場するなど実質的な続編扱いとされ、テレビ CM でも先セカンドシリーズと名打たれている。ただしキャラクターのデザインはコミック作画のイガラシアグルによるものではなく、原作の少林率によるものをもとにしている。 全12話で制作を進行していたが、原作の小林から送られてくるネームの分量や、打ち合わせを進めた結果、内容が12話で収まりきらないことが判明。準決勝の内容もしっかりと描きたいという判断から全15話構成に変更され、通常のテレビ放送終了後残りのエピソードを、放送、ネット配信した。第13話については12月に ATX で、 先行放送した後、順次配信展開を行うことが10月28日に行われたイベント、サキサキフェス及びアニメ公式サイトで発表され、第14話については、同局にて2013年1月に先行放送されることがアニメ公式サイトで発表された。また、同年初頭から13話以降の映像ソフトの販売も行われている。なお、 13話以降は船、久保博子役の声優が変更されている。5月27日は、サッカートゥーロン国際大会、オリンピックサッカー日本代表隊 U-23、エジプト代表戦中継のため休止。前作と同じく、アメリカのクランチロールや中国の都道で、公式配信されている。主題歌かクリスト放送局第13曲は、光 TV 役扉 J コム。 オンデマンドムービーフルでも配信された。2012年12月にテレビアニメ、先、先マイナスの続編となる全国編の制作がアニメ公式サイトで発表され、2014年1月から4月にかけてテレビ東京系列にて放送された。前作の別ブロックにあたるあちが女子も本編が進行するほど深く関わっていくため、あちが編のレギュラーキャラも ゲストとして第1話から登場している。主題歌かクアリスト放送局先々第14巻、初回限定特装版に同梱されている。スタッフ主題歌かクアリスト実写化プロジェクトで、ドラマ化と映画化がなされ、共に主演は、浜辺美波が演じる。なお、1 0作品であることを踏まえて制作された。2017年9月、実写化プロジェクト第2弾として、あちが編。 エピソードオブサイド A のドラマ化と映画化が発表された。第一期と同じ制作人、スタッフによって制作され、主演は桜田日和が演じる。2016年12月に毎日放送の制作により、TBS をはじめとする同系列局の一部で放送のドラマイズム枠で4話放送された。また、2017年1月に、 単発の特別編が放送された。ナレーションは、テレビアニメ版同様に、中田ジョージが担当。スタッフ放送局2017年2月3日に公開。監督は、小沼雄一、脚本は、森林。スタッフ、先、先マイナスの実写化プロジェクト第2弾として、スピンオフ作品、先先あちが編、エピソードオブサイド A のドラマと映画が制作される。いずれも主演は、 桜田日より、桜田にとって、ドラマ、映画の初主演作となる。ドラマ版は2017年12月に全4話の深夜、ドラマとして放送。ドラマ版特別編が2018年1月に放送され、映画版は同月より全国公開される。オープニングテーマ曲、笑顔の花はゆかが作詞、作曲を担当。ゆかは年月をもって、 芸能界を卒業しているが、この楽曲は引退前に書き下ろした。本作は株式会社 CM サイトが運営するランキングサイトランキングで行われた2018年最も成功した漫画実写化映画ランキングトップ10において10代から40代の男女15,181名による投票の結果、10位を獲得した。 スタッフ放送局2009年8月15日にコミックマーケットで行われたアルケミストのイベントアルケ祭り2009プチにおいて同社がプレイステーションポータブル用ゲームを発売すると発表同年11月に先々サキサキポータブルとして2010年春に発売されることが発表され同年3月25日に発売されたマージャンゲームとなっており アニメ本編及び PSP オリジナルストーリーをアドベンチャーゲームとして楽しめるストーリーモード指定された条件をクリアしていくチャレンジモード指定したキャラクターと個人戦または団体戦で対局できるフリー対局モード無線 LAN のアドホック通信を使って最大4人による対戦が可能な通信対局モード他のモードで手に入れた CG や音声を閲覧視聴できる ギャラリーモードで構成される。登場キャラクターはそれぞれ各種パラメータが振り分けられているほか、特定のキャラクターは、うさぎ野生の頭廃マイナスのように固有の能力を持ち、そのパラメータや能力が反映される打ち方が行われる。こうしたパラメータや能力を無効にして、純粋なマージャンを打つことも可能になっているほか、ストーリーモードでは難易度設定や、 初心者向けのサポート機能を搭載している。演出面でも各キャラクターごとに CG200 枚以上を使用したカットイン演出が盛り込まれている。ゲーム原画をアニメ版同様ゴンゾ第ゴスタジオが担当、各キャラクターの音声も声優によるフルボイス対応となっている。また通常版だけでなくミニフィギュアと設定資料集が同梱された限定版のルーフ。 トップボックスが発売されている。アルケミストより2013年8月29日に発売された PSP 用ゲームソフト。あちが編を原作として制作され、CG 原画はアニメを制作したスタジオも組が担当。主要キャラクターはフルボイスとなり、前作になかった役の読み上げも追加される。また前作からの改良点として、 データインストールの対応やデータ読み込み速度の改善などがある。通常版のほか、オープニングテーマを収録した CD と、設定資料集を同梱した限定版、ダウンロード版も同時発売される。価格リエイトより2015年9月17日に発売された、PlayStation Vita 用ゲームソフト。さきさき、全国編を元に制作され、前作と、 同じく CG 原画はスタジオ5組が担当。主要なキャラクターはフルボイスになっており、シチュエーションパートからマージャンパートの掛け声、つぶやきなどが追加された。通常版のほか、ダウンロード版、設定資料集と本作の主題歌と BGM を収録したサウンドトラック CD を同梱した初回限定版が同時発売された。 科学クリエイトが解散したことにより一時販売を停止していたが販売権を引き継いだエンターグラムから2016年12月22日に先々全国編プラスと海外の上で配信でのみ再発売されたオンライン対戦等のシステムの追加やバグの修正浴衣の追加衣装が配布されており科学クリエイト版のジャージー衣装の初回特典も限定配布されていた オリジナル版との互換性はない。なお、オンライン対戦では、発動能力の兼ね合い上、使用できないキャラクターが存在する。2021年3月31日に、さきさき、全国編プラス、DLC、全国チケットが、販売終了のため2021年3月23日より、それぞれ1000円の特別価格にて販売。セガインタラクティブが業務用。 アーケードゲームとして運営するオンライン対戦マージャンゲーム。本作のテレビアニメ化にあたってのタイアップでゲームの CPU キャラとして本作の主要キャラクター3名が登場し、それぞれの声優にも担当キャラクター名義での特製 IC カードが配布された。また、本作のタイトルを冠した全国大会が MJ4 で第1回が2009年7月10日。 第2回が2009年12月11日、MJ5 で、第3回が2012年3月2日から、第4回が2012年6月20日から、第5回が2012年12月27日から、MJ5 とアプリ版 MJ で、第6回が2014年3月27日から、第7回が2014年12月22日から、 第8回が2015年8月4日から開催された。さらに、第9回がアプリ版 MJ では2016年8月5日、MJ5 では同8日から開催が決定している。その他、タッチペン付きカードケースキャラクターフィギュアなどのプライズゲーム用景品がセガプライズからリリースされている。キャットフードスタジオが制作し、日本ではヨースターが運営を行っている。 pc 用、ブラウザ iOS、アンドロイド向けオンライン、対戦麻雀ゲーム。2021年1月15日から2月4日まで、アニメ、全国編とのコラボレーションを行い、祈願で獲得できる、コラボジャンシとして、先は、テラし、衣が登場する。この記事は、以下のカテゴリーでも参照できます先々あちら編、エピソードオブサイド A に関するカテゴリー。 先日よりに関するカテゴリー、死の俳優座同音オブエイジに関するカテゴリー、リツリッツマイナスに関するカテゴリー、礼、時マイナスに関するカテゴリー、先ラジ清澄高校マージャン部隊に関するカテゴリー、先ラジあちが女子学院マージャン部隊に関するカテゴリー、先々、全国編に関するカテゴリー。ありがとうございます。